富士大学は岩手県花巻市下根市450の3日本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された大学の略称は富士大経済学部のみの単科大学である。東京都にある学校法人慶応学園によって設置されたものの慶応学園の経営不振をきっかけとして右翼や 暴力団が介入する事態に発展。このため当時同じ花巻市に付属高等学校を抱えていた富士短期大学が運営を引き受け、富士短大の理事長だった二上二三郎が新たに設立された学校法人富士大学の理事長に就任している。ただ現在では法人格でも姉妹校協定の面でも東京富士大との関係が切れている。 2009年第58回、全日本大学野球選手権大会では、北東北大学リーグ初の決勝進出を決め、法政大学に敗れたものの準優勝を飾った。東北地区大学サッカーリーグ一部に所属。総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント、天皇杯全日本サッカー選手権にも、出場実績がある。岩手県内の高等教育。 学術研究の振興と地域社会の発展に寄与するため、岩手県内のご大学が研究教育活動について相互協力を訳している。ありがとうございます。